ロッテ・ポランコ、複数年契約で残留。ロッテは21日、グレゴリー・ポランコ外野手が契約に合意したことを発表した。契約は複数年契約で、私のことを信じ、素晴らしいオファーをくれたマリーンズの皆様に深く感謝します。ありがとうございました。来シーズン以降もマリーンズの一員としてプレーすることが非常に楽しみです。そして自分自身、日本一になるための準備はできていますし、その自信があります。2024年、リーグ優勝をして日本一になりましょう。パワー、と球団を通じコメントした。2年か、ウォーカー取ったし行く先なくなったしな。2年600万ドルとかだったらロッテ史上最高額や、額が気になる。これ相当高いと思うわ。メジャーが負担してた部分の年俸分も代理人の頭にはあっただろうし、メジャーでは需要ゼロだしその分はもう関係ないやろ。まあサボるようやったら外 DH にすりゃええ。こいつ6月半ばまでに割り合ったろ。勝利に貢献してないホームランばっかやしよう複数年なんかにしたな。外よりはポランコの方が打つやろ。どっちにしろ波は激しかったからあんま期待はしとらん。安田ピンチやん。完全に控えコースやん。ポランコの記事が出るたびにシルエットだの楽天入りだの色々煽ってたよな。特にウォーカー入団前はソフトバンクシルエット説が濃厚くらいの勢いだった。ホークスには偉大なる山川兄貴がおるたい。ポランコは残念ながら不合格倍。複数年にしたはいいが2割5本20点くらいでスペって消えそう。ご視聴ありがとうございました。